沼津港深海水族館は日本の東海地方東部静岡県沼津市の沼津港近隣にある複合観光施設港83番地内に所在する民営の水族館である深海魚を主とする深海生物をテーマにした世界初の水族館で世界で唯一シーラカンスの冷凍標本を展示しているシーラカンスミュージアムでもある 日本一部海駿河湾の深海と3億5000万年前から深海で生き続けていた深海の生きた化石シーラ乾燥目玉とした水族館。水深200メートルを超える海域を深海と呼ぶが、静岡には最深部2500メートルの駿河湾があり、深海生物の宝庫で、また沼津港を地元が自慢できる港にしたいとの思いから、地元の水産会社が、 約6億円をかけ2011年に沼津港に創設した。また、シーラカンス5体を数億円で購入。1階が深海をテーマにした水族館であり、同年12月のオープン時に深海魚50種をはじめとする300種3000匹で開設された。2階には博物館シーラカンスミュージアムとミュージアムショップが設置されている。 深海魚を主とする深海生物をテーマにした水族館は世界初。深海生物は捕獲や飼育が難しく、その生態も多くが謎に包まれている。駿河湾や世界中の深海生物を中心に、また世界中の変わった生物も展示している。水族館のもう一つの目玉は、冷凍二体と白製三体のシーラカンス。 シーラカンスは、ワシントン条約大愛イイ類、絶滅寸前種に指定され、1991年より、輸出入や商業利用が一切禁じられ、生きた個体を見ることは、不可能。館のシーラカンスは、ワシントン条約に規制される前に捕獲された日本で、唯一、国際気象や生動植物史登録表の、発行された個体である。ヤによると、 冷凍のシーラカンスを見られる水族館は世界初である。2020年7月18日、捕獲数が極めて少ないため幻のサメといわれるメガマウスの剥製展示を開始した。同剥製は2019年1月に沼津市牛伏海岸に打ち上げられた4メートルのオスの個体。ダイオウグソクムシが展示の初めに置かれる館の1階では、 世界中のユニークな生物で構成される、ヘンテコ生き物コーナーや、光を発する魚が見られる、深海の光コーナー、環境をテーマにした水槽や、サンゴの養殖なども展示する。深海生物と浅い海とを比べたり、海底の廃棄物の展示もなされている。瞬間超光ガラスも使用している。常時展示生物展示生物の一覧一時展示以外の、 一覧は2013年1月8日現在。一時展示生物以下は一時展示が行われたが、現在展示がない生物。2階には、冷凍保存されたものと剥製にされたもの2種類のシーラカンスが展示されている。1979年に日本シーラカンス学術調査隊がアフリカコモロ沖の西インド洋で捕獲した5体5体のシーラカンスのうち、 二体は2500万円をかけて特注したガラス製の冷凍庫内で、氷点下15度から18度に保冷され、三体は白製として展示されている。大きいものは体長約1.8メートルある。また、CT スキャンを行いた立体映像が再現され、シーラカンスの鱗に触ることができ、内蔵標本や魚卓が展示されている。 シーラカンスが泳いでいる映像や捕獲に用いたカヌー、シーラカンス研究者の研究室も再現されている。2階入り口のマスコットはシーラヤという名のシーラカンスである。頭部はアニメーションの投影で表情が変わるように作られている。CG 開館前の2011年9月14日 GE ヘルスケアジャパンにて1回転64枚。 幅 0.625mm の間隔で断層撮影できる X1000CT 装置を用い、シーラカンス1頭の断層像を約2700枚分撮影し、これは CG にも合成された。水族館業開発の試みとして、館内の展示コーナーごとに、ジャンルの異なる6人の作曲家がイメージ曲を書き下ろし、街頭コーナーで流れている。 エントランスには、カブトによる、ヒーリング曲、海の底コーナーには、徳山美奈子による、ピアノ現代音楽、ヘンテコ生き物のコーナーには、紺野拓郎による、パーカッション楽曲、駿河湾コーナーには、林哲氏による、クラシカルポップス、深海の光コーナーには、鈴木夢による、シンフォニック組曲、シーラカンスミュージアムには、池田綾子による、ネイティブ音楽、サウンドアート、 これらの楽曲に、カブトによるヒーリング曲5曲を加えたオリジナル CDD PEST が発売されている。企画プロデュースは大学生の鈴木香織部。初代館長は石垣孝治。伊豆半島の下田市生まれ。生き物の生態納入業者、ブルーコーナーの創設者で海の手配師と呼ばれる。2010年、テレビ東京。 ガヤの夜明けに出演。2011年12月、館長就任。2012年11月、日本テレビ、未来シアターで、革新者として取り上げられる。朝日新聞グローブでは、石垣が水族館に高足ガニを展示することや、海の手配師の仕事などについて特集された。石垣は、2018年3月16日付で、解任された。 水族館側は解雇の理由として、シーラカンスの白星の売買取引が正当ではない、額だったこと、マスコミ取材などに報酬を請求したことが契約に反していることなどを挙げている。石垣は対応を顧問の弁護士に一任していること、法人間のトラブルで認識の違いがある、とコメントしている。二代目館長には佐藤慎一郎が就任した。 沼津港深海水族館が開業後、同じ事業者によって、周辺一帯に飲食店などが整備され、住所と、み空ひばりの歌をかけた、港83番地という名称の複合観光施設が形成されている。7月8日に開業した、洋食、カフェアトラクションで構成される北部エリア一帯は、ボード83とも呼称されている。水族館以外の施設、店舗は、 以下の通り、西側からの入り口を入って、すぐ正面にある沼津港と書かれたお嬢鎮がシンボルとなっている。ありがとうございます。